テオドロ広告は12世紀から14世紀にかけてクリミア半島南西部に位置していた小国家である。コティアとしても知られる。首都はマングプ。地理的に近接するトレビゾンド帝国と同盟関係にあり、また北方のジョチュルスに服属していた。テオドロ広告の要塞15世紀の広告の領土には首都マングプと絡みた要塞と炙りた港のかに、 22から26の封建領地とその城、100以上の村落、一つの修道院と8つの教会修道院が存在した。1475年までは、領土内に3万個の家があり、広告の人口は20万人に達していた。国境は東ローマ帝国の影響を受けて、正教会であった。8世紀には、コンスタンティノープル総主教区のゴシック教区が、 形成された。中世初期のクリミアでは、古代ゲルマン語がまだ天礼の言語として使われていたが、その後、旧世紀からはすでにギリシア語で天礼が行われるようになった。また、広告の民衆の話し言葉はスラブ語であったが、同時に民族間、文化間、宗教間のコミュニケーションには中世ギリシャ語が広く使われていた。これは、 主にギリシャ語で書かれたモニュメントの存在を説明する中世クリミアの地図緑色がテオドロ公国テオドロ公国はクリミア半島の南西部に存在し1365年までの南部国境はビザンツ皇帝の領地であるヤルタを除きバクラバからアルーストンの要塞まで国会沿岸を結んでいた公国北部の国境は 国会との合流点からベルベク川に沿って西から東へと進み、勝川の上流に至り、その最東端に船要塞を要するデメルデシ山海に達したのであった。テオドラ広国の最西端は北湾との合流点の国会の河口に位置するアブリタ港を持つ絡みた要塞であった。しかし、14世紀後半から広国の南側の国境は、 ジェノバ人の植民活動などによってチェルナヤ側の北側に移された。広告は11の行政区域に分割され、テオドロ広告領であるベルベク、ベーダル、バルヌ渓谷、チェンバロ、マングップの家臣の土地などが含まれたが、これらはジェノバの資料ではバロンヌとも呼称されるものである。その他にもジェノバ人の独立した共同体や広告の領土内には、 多くの大規模な境界封建地が存在していたという。6世紀には、黒川河口のモナスチルスカや岩の上に絡みた、ベルベクダニの入り口のクレブルンガンの上に、シバリン、アルマとボドラクの間の岩場の上に、バックラ、ブハラ村の近くに、シバグケルメン城が建設された。また、これらの要塞は、クリミア半国の状況を監視し、 重要なルートを管理するために建設されたものであった。6世紀以降、テオドロ公国の領土には、大規模な集落の近くに位置する、小さな要塞化された、小規模な集落群が形成された。人々はこれらのところに永続的に住んでいたのではなく、軍事的な危機や天災などに備えて、他の集落からそこに集まってきたのであった。また、8世紀には、要塞化された、 カストロノブと呼ばれる、今ではイサラとして知られている城が築かれ、これらの要塞の場所に後に国家となる集落などの建設が始まった。中心の要塞のほとんどはラスピとアル下の間に位置し、70キロメートルの海岸線に沿っていました。すべての要塞は非常に経済的に混流されたという。840年、南西クリミアにはギリシア人の他にゴート人、 スラブ人などが多く居住する土地であった。すなわち、テオドロ公国は、ゴート人の子孫と、東ローマ帝国の移民の農民によって作られた。1204年には、十字軍によるコンスタンティノープルの占領という、東ローマ世界全体にとって、影響の大きい出来事があった。当時は、東ローマ帝国の支配した国会への自由なアクセスを持っていたトレビゾンド帝国だけが、 東ローマ帝国の海外植民地との結びつきをなんとか維持し、その後継者となっていた。また、テオドロ公国は、その影響によって、海のあちら側にいるザモリエを意味する新しい名前ペラシーを得た。マングプに残る上官13世紀には、ペラティフェム公爵の一人が国家を建て、後にその国家は、テオドロ公国、またはマングペ公国として知られるようになった。 また、その国家は、ジェノバゴの文献では、トドロ、テオドロ、テドリなどのように表記された。おそらく、これらの名称は、クリミアの古い地名に由来すると考えられる。一般的にはこれらの名称に由来する、テオドロ公国という呼称が用いられている。1253年に、クリミアを訪れた、フランシスコ会の修道士ウィレム・ルーブルックは、 彼のメモの中で次のように証言している。テオドロ公国には約40ほどの城塞が存在し、それぞれ固有の言語を話している。また、14世紀までに残された領土は一種の先制君主となり、彼らの支配者は実際にはと東ローマ帝国やトレビゾンド帝国への依存度が低くなっていった。しかし、その時代もなおギリシア語が公用語で、 ビサンティン様式が主流であった。ジェノバ人の要塞1345年、ジェノバ人はそれまでテオドロ公が所有していたチェンバロへの植民をはじめ、テオドロ公国への足がかりを得た。また、1365年、ジェノバ人はスグダイアとスダック国等のの18の村をテオドロ公から割上させた。1387年以降、ジェノバ人が獲得した領土はバラクラバから、 スダックまでの狭い海岸線を占め、北はクリミア山脈の主猟線に接していた。このように、テオドロ公国の街は、ジェノバ共和国との協調によって、一様の繁栄を見せた。しかし、14世紀の90年代には大部分が、過疎化が進み、当時のテオドロ公国の首都、マングプが荒廃したのは、他国の軍事行動によってのものではなく、強い自信によって、 都市とその周辺が破壊されたためであったと言われている。テオドラ広告で最初に確立された先制的な支配者は1402年に即位したアレクシオス一世、コムネノスガブラスコーであり、彼はジェノバ人に対して情報せず望んだ。彼はジェノバ共和国の領事館の存在したチェンバロの領土を公然と主張し、その影響もあってか、1411年からジェノバ人は、 金銭的な保証金を支払った。このような支払いは1422年頃まで行われたが、アレクシオスはこれらの金額に満足していなかったという。1422年、テオドロ公国とカファの戦争を呼ばれる構想が始まる。テオドロは何度か手を変えたジェノバ人が支配する都市や町を攻撃した。 ジェノバ人がアリュストンやその他の海岸の小規模な要塞を失った後、テオドロ広告に征服さて、ジェノバ植民地という名は名目上の意味だけを持つようになった。しかし、ジェノバ人との交易はその後も続き、居住し続けた。また、この頃からイタリアの航海図やジェノバの文書の中でタウリダの海岸に沿って沿岸高校のラインを示すようになった。 アレクシオス一世が気づいた、要塞屋とアレクセイ一世は、彼は、東ローマ皇帝、ヨハネス大帝の支配機関に、同盟国を必要とし、それは、トレビゾンドの将来の皇帝、及びタタールのダイオルダの侵攻に備えてのことであった。テオドロ皇国とトレビゾンド帝国は、互いに関係していた。1429年、アレクシオス一世、コムネノスガブラスの娘マリアは、 トレビゾント皇帝、アレクセイ四世皇帝の息子であるダビドと結婚した。1425年、アレクセイ一世以降の長男ヨハネは、パレオロゴス王朝の一員、マリア・パレオロギナ・アサニナ・ツァンブラコニナと結婚し、東ローマ帝国との関係を深めた。コンスタンチノープルの皇族と親戚筋となったことから、テオドロ皇は東ローマ皇室の紋章である相当の足の、 文章を受け入れ、テオドロとプリモリエの都市の所有者と名乗るようになった。1427年、国会の河口に長い間放置されていた建国以前の要塞の代わりに、アレクシオス一世は新しい要塞建設した。ジェノバの侵攻を撃退するアレクシオス1434年6月4日、ジェノバ共和国の貴族、カルロ・ロメッリーニの指揮の下、 20隻の船と6000人の傭兵で構成されたジェノバ艦隊がバラクラバ湾に侵攻した。1434年6月10日、元ジェノバ用のチェンバローの要塞が奪われた。また、数日後ジェノバ共和国はカラミタの海辺の要塞を捕獲した。勝利の後、カルロ・ロメッリーには海ではなく陸路で、クリミアの南海岸に沿ってカファニーキ、入植地を略奪し、 地元の大名の城を破壊し、抵抗しようとした人々に服従するように導いた。しかし、1434年6月22日、カスタドゾン近郊のソルハタの戦いで、テオドロ広告のハジグレート、その同盟者である封建民の部隊に敗れたジェノバ軍、約8000人は、カファに退却した。記載されているイベントの時点では、アレクセイ・一世以降と彼の長男ヨハネスは、 トラペスンダにいて敵対する軍を大破し、勝利した。テオドラ公国の教会。様式が顕著であった。1446年にアレクシオス一世が死去した後、1447年から1458年まで、君臨したマヌエル一世は、多い継承権を利用し、アレクシオス一世の後を継いだ。1447年のジェノバの文書には、 テオドロ公国を支援するための軍事的、外交的な行動が、トレビゾンドの皇帝とギリシアの先制行によって、組織されたことが書かれている。地震により大破した、テオドロ公国時代の建物跡クリミアの南海岸の所有権を持つテオドロのための成功した、戦争は、15世紀の後半以来、その地位の安定につながった。ジェノバ人は再び、テオドロ公国の一部のの支配者となった。 1460年のイタリアの情報源では、イサキオスという君主が1474年末まで統治した。コンスタンティノープルに入場するメフメト2世1453年にコンスタンティノープルの陥落という事件が起こったことで、東ローマ帝国系の国家はついに衰退の一途をたどることになった。1461年までは、その正当な後継者は小胸の姿、 トレビゾンド帝国であり、後にはクリミアのテオドロ公国となった。その支配者たちは先制君主の称号を名乗った。また、その頃からテオドロの支配者の紋章には皇帝の冠が登場するようになった。1472年9月24日、イサキオス皇の名であるマリアは、モルドバの領主ステファノスの妻となった。彼女は、ブルガリア王、アセニア、コムネノスケと、 親戚関係にあったため、東ローマ帝国の皇帝の後継者と考えていた、モルドバのステファノスにとって、この結婚は非常に名誉あるものとなり、ヨーロッパからの評価を期待した。しかし、コンスタンティノープルとトレビゾンド帝国を征服し、ローマのカイサルの称号を得たトルコ帝国のスルタン、メフメト2世イファティは、新たたるな十字軍を準備していた競争相手を相手としなかった。 1475年初頭、モルドバのステファノスの義理の弟であるアレクサンドロスは、叔父のテオドロ公、イサキオスの死の知らせを受け、血縁関係を利用して、公女マリアとの息子をテオドロ公国の公くらいにつかせた。また、ステファンは、自費で船を装備し、300人の武装したモルドバ兵を遠征に提供したが、その目的は、アレクサンダーとの良好な関係を保つことにあった。 彼のライバル、ハンガリー王、マテアス・コルビンは、テオドロ行為につくことに反対する内容の最後通告を受けていたが、1475年6月に、アレクサンダーは、テオドロ行為についた。1475年9月、カファと海辺の都市を征服していたオスマン帝国が首都マングプに来て、大砲を駆使した、包囲戦を開始した。住民のほとんどが町を離れ、 周辺の山村に広がっていき、財産や家畜を持ち出していった。要塞の壁の後ろには、ステファン・モルドバの兵士とタタール人が送った、封建民からなる2000人の駐屯地が隠されていた。テオドリッツとモルダビア人は、当時のオスマン帝国軍のエリートであった、イエニチェリ軍団を破壊することに成功するなど、奮闘を見せたが、1475年12月、 ついにマングプの要塞は陥落した。最後のテオドロ公国で、ね、君主となったアレクサンドロス公は捕虜となりイスタンブールに送られ処刑された。イサーク公の妹マリアの埋葬以後オスマン帝国の属国になったクリミア半国の領域を除いてクリミア半島のかつてのテオドロ公国の半島を含む南部一帯はオスマン帝国の領土となった。また、 トルコの歴史家、ジェンナビは、オスマン帝国の指揮官ゲリク・アーメド・パシャが、要塞で数人のキリシタンの王子を捕らえ、スルタンのポルタに送ったと報告した、と書き残している。そして、それらの王子らは、最後まで抵抗を続けたものの、ついに、トルコ人に捕らえられ、イスタンブールに送られたという。広告の征服の後、ケファで小さなコミュニティが形成された。また、 三つの都市と四十九の村から構成されていた。オスマン帝国の支配下にあったギリシア人とクリミア豪都人の証拠は1557年から1564年にかけてオーストリア皇帝フェルディナンド一世紀の下でトルコ大使を務めたバスベク男爵によって残されている。彼はイスタンブールでクリミア人の特使二人と出会い長い会話を交わした。 彼の報告によると、彼らは、ヒキリスト教徒に囲まれながらも、キリスト教の信仰を保持しており、マングプとシバリンという名の二つの主要都市を持っているという。ゴールロウィン家の文章14世紀後半の1393年、若い王族のうちの一人であった、スティパン・バシリエビチ・ホブラが、テオドロ公国を離れ、当時粒子人の支配する地だったモスクワに移り住んだ。彼の子孫は、 モスクワに著名な修道院であるシモノフ修道院を設立した。彼らはギリシャクリミアに由来する高貴な家として封され、またゴブリンのあだ名で呼ばれ、一時期モスクワ大公国の財政管理官の位を世襲的に担当していた。16世紀に至ってステパンの彦にあたるイヴァン・ウラジー・ミロビチはアンナ・ダニー・ロブナ・ホルムス・カヤと結婚し、彼らは自分たちの名字を ゴールロインに変え、近代では、ロシア帝国の名門となった。しかし、イヴァン4世の時代に不況を被って当主が処刑され、家族も火山に流されるなどして没落したが、後に宮廷に戻った。しかし、ピョートル1世の代まで軍で、高い地位につくことはできなかったが、その後伯爵に除され、ロシア帝国の最小なども排出する大貴族家へと、成長し、多くの土地を領有した。 リボニア騎士団の貴族名簿にも載っていたその一族は、ロシア帝国の滅亡後にも存続し、現在でもロシアに子孫が残っている。この広告を統治した王朝は、ビザンツ帝国の皇帝を廃出したコムネノス朝を、名手とする、いわゆる、五一門の一部を構成した、純皇族ガブラスカである。マングプの正教会の寺院テオドロ広告の人々は、ギリシャ人、アラン人、ブルガース、 クマン人、キプチャク人、ジェノバ人及びその他の民族具の混合であり、その多くは正教会に忠実な民族であった。広告の公用語はギリシャ語であった。テオドロ広告では様々な文化的影響を見ることができる。その建築とキリスト教の壁画は基本的にビザンティン様式であったが、一部の要塞は地元のジェノバ人の特徴も示している。 この地域で見つかった大遺跡の建設物は、ビザンチン、イタリア、タタールの装飾要素を組み合わせて装飾されているものも存在した。現在では廃墟に等しい。ありがとうございます。